こんばんは、バイオレットエヴァーガーデンです。はい、嘘です。嘘だし、なんかいろいろとね、いろいろと怒られそうでございますが、はい、こんばんは、スーパーハイレグジシナーマツイチャです。はい、私もね、やっぱ金髪で青目の美少女に本当は生まれたかったんですけど、富山で生まれたらこんなね、平たい顔の真っ黒の髪の毛でした。はい、ビッグかぶれって言われそうなんですけど、ちょっとビッグ、ね、ぐちゃぐちゃだったし、あと頭圧迫されるの痛いし、いろいろもろもろで、ま、ちょっとあのね、まあ、ね不思議だと思ってください。はい、ということでですね、はい。はい、このチャンネルでは私の大好きな嗜好品であるチョコレートを食べながら私の好きな作品の話をするというだけの配信です。エビデンスはありません。ですね、どうやって使うかと言いますと、私働きたくありません、ニートです、親のすねかじってます。はい、というこんなね、ダメ人間を見ながら反面教師として使っていただければいいのかなって思っております。よろしくお願いします。ダメな人にこんなんになりたくないだろうって言って、ぜひね、やっぱみんなの優しさで私生きていきたいんで、働きたくないんで、再生してくれる仲間募集中です。よろしくお願いします。はい、ということで今日のチョコレート、はい、じゃーん、メルティキスです。なんかね、冬限定がありました。やった、美味しいよね、メルティキス。いただきます。ラムレーズン結構好きなんで、めっちゃ美味しいです。ですね、名称チョコレート、原材料名砂糖カカオマス植物油脂全粉乳ラム酒漬けレーズンです。で、アルコール分が 3.8% 入っているので、お子様や、やっぱり会社とかに持っていくのもね、あんまりおすすめしないかもしれないです。もうお家で甘いもの食べたいなっていう時、チョコレートの甘いチョコ食べたいなっていう時には、やっぱり美味しいのでおすすめです。酔っ払わないぐらいで美味しく食べてください。はい、明治メルティーキスはね、どれも美味しいですね。なんか生チョコみたいね、なんかドロってしてめちゃくちゃ大好きです。はい、はい、本品は洋酒を使用しておりますので、お子様やお酒に弱い方、妊娠授乳中の方、運転時などはご遠慮ください。はあ、はい、ということです。はい、チョコレートはこの辺で、今日紹介する作品はバイオレットエヴァーガーデンという作品です。すいません、はい、すいません、はい、バイオレットエヴァーガーデンという作品です。でこのね、作品はですね、ラノベが2巻と外伝が1巻で出てて、アニメはバンクール13話と OVA で、あとそれと、あ、映画化もしましたね。で、どんな話かっていうと、もう戦うことしかしてこなかった、女の子が両手をなくして、ね、両手なくして設定内に手袋をつけるの忘れたなと思っています。すいませんね、はい。ちょっと許してください。髪の毛の時点でいろいろね、いろいろ問題なんで、いろいろ怒られそう、本当怒られそうなんですけど、戦闘のことしか学んでこなかった女の子が、いろいろね、手とかもなくして、で、なんか自動、あれ、なんか手紙を書くお仕事をするっていう
仕事をするしだすっていうアニメですね。あ、はい。で、内容としてはなんか手紙を書いていくから、あの毎回主人公が違うというか、なんかメインのね、その頼んでくれる人が主人公みたいな感じなんで、やっぱりさ、そういう話ってね、手紙とかってね、のやっぱり一つ一つに物語があるわけじゃないですか。一つは大きくなくても、やっぱりね、前は違ったの物語があって、やっぱりそこにね、心温まるものとかがいっぱいあるね、お話でございました。で、そうだ、なんか最後に自分の上司に愛してるって言われたんですけど、ずっと戦いばっかりやってきたから愛してるっていう意味が分かんなくて、愛してるを探しているっていう設定ですね。でだからなんかね、まあ、なんか一番このアニメのアニメとかね、感想はね、バイオレットちゃん可愛い、バイオレットちゃん可愛い、尊いしかないですね。めちゃくちゃ可愛いです。そうでね、でやっぱりその手紙の主、手紙やその一緒にね、働いてる人たちとの関わりで、どんどん愛っていうものを知っていくっていう内容ですね。はい、面白いので、あの私の話だとすごい分かりにくいし、ま、ちょっとあのすごい怒られそう、本当怒られそう、あったんだけど、ちょっとあったんだけど着ない方が良かったかなって思うぐらいですね。はい。でやっぱりね、でもね、このね作品の私の一番好きなところはやっぱり絵がめちゃくちゃ綺麗なんですね。作画がすごい綺麗で、なんかね、話もまあまあまあ面白いんですけれども、話よりもすごい作画が綺麗で、それを見てるのがあーって素敵だなーって思う作品だと思うので、ぜひね、ラノベも出てるけど、ラノベも素敵だしなんですけど、映像やっぱりあのちょっと不謹慎かもしれないけど、京都アニメーションさん制作の、すごく綺麗な作画の作品なので、私的にはアニメはそこがおすすめかな。でもアニメはなんかラノベとちょっと違う終わり方なのか、これから続いてラノベみたいになっていくのか、ちょっとあんまり分かんないんですけど、まあどっちも見ても楽しめる作品です。作品になってますとかね、言おうとしてたら誰どこ目線って感じなんですけど、まあで私このね、ナンパ講座、オフパグ講座をしているんですけども、いつもなんてことだって感じですよね。コスプレイヤーといえばオフパコってなんか言う人がたまにいらっしゃるんで、まあ、あのね、当たり前のことなんですけど、オフパコっていうのはあの幻想ですんで、私あの4年もコスプレして、だいたい200回ぐらいコスプレイベント行ってますけど、1回もない。なんかそろそろね、ちょっとオフパコしましょうって言われないかなって思ってるんですけど、ちょっとないってことは多分確率的に 1% 未満です。でもね、 1% 未満だからって諦めるかって言ったらね、あのそれはね、やっぱ諦めたくないですよね。ということで、どういう人がいいかっていうのなんだけど、どうしたらオフパコできるかなって思ったんだけど、バイオレットちゃんはやっぱりね、ずっと自分を助けてくれた、自分が命がけで守ってきた上司がすごい結局好きなんですよ。だからやっぱ自分が命がけで守ってきたし、相手も命がけで自分を守ってくれる人、まあ、それってさ、もうさ、戦争は嫌だけど、そこまでしてもらえる相手がいるってやっぱり素敵ですよね。どんなそれが上司だとしてもさ、素敵だなって思うので、やっぱりなんかね、まあ現代社会においてはやっぱりその子を、自分の気に入ってる子がピンチの時に助けてくれるヒーローにあなたがなれば大丈夫、いける。はい、ごめんなさい、まあそんなことは当たり前なんだけど、まあでもね、これ結構大事なことじゃないですか。やっぱり自分が困っていた時に助けてくれた人っていうのは、どんな形であれ好きですよね。はい。はい、この動画最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた明日。だらく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 
くだらくだらく、だらく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 。